それぞれ色を混色して混ぜて塗ってみます。結構時間がかかってめんどくさい作業ではあるんですが、作っておくと混色のイメージがグッとしやすくなります。こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材に関する情報を発信しています。皆さん、水彩絵の具を使っていて混色に苦労することありませんか？特に12色とかのセット絵の具を使い始めた時にちょうどいい色がなくって混ぜて作るっていうことがあると思うんですが、思った通りの色がなかなか作れないなとか、なんかうまく塗れないなって悩んだこと一度はあるんじゃないでしょうか。今回はそんな混色に関するお悩みを解決すべく、水彩の混色の仕方やコツをお話しします。三原色とか色の基礎の部分からお話しするのもいいのですが、より実践向きの内容がいいかと思いまして、ホルベインの透明水彩の12色セットの色を使って色見本や混色の仕方をお見せしていきます。まず12色順番に塗ってみます。で、横にも今と同じ12色を並べます。はい、ちょっと見づらくなっちゃったんですが、ここからはそれぞれ色を混色して混ぜて塗ってみます。はい、すべての色を混色して塗ってみました。私が水彩画を始めたての頃って、どの色とどの色を混ぜたら何色になるのかっていうのもあやふやな状態でした。本格的に描く前にこういう色見本や混色表みたいなものを作っておけばよかったなって今になって思います。見ていただいた通り、結構時間がかかってめんどくさい作業ではあるんですが、あらかじめ作っておくと混色のイメージがグッとしやすくなります。で、今だいたい1対1の割合で混ぜてみたのですが、配合の割合を変えるとできる色が微妙に変化します。例えばクリムソン霊気とコバルトブルー、だいたい絵の具1対1の割合で混ぜてみた色がこれです。で、クリムソン霊気を多めに混ぜるとこのように赤紫っぽい色になりますし、反対にコバルトブルーの割合を増やすと
青よりの紫色になります。この配合の微妙な違いで作れる色の幅が一層広がるということです。なかなか思った色が作れないという方は、こういう練習用の紙とか切れ端とかに配合の具合を変えた、混色表のようなものを作ってみるといいと思います。今分かりやすく3段階にしましたが、もっと細かく分けることもできます。こういうのって実際に手を動かして絵の具を混ぜてみてわかることですので、ぜひこんな色になるんだなって試してもらいたいです。で、混色をするときに気をつけるポイントはたった一つです。よく混ぜましょう。なんか当たり前すぎて拍子抜けしちゃいますが、早く塗りたいっていう気持ちが先走って混ぜ方が適当になってる人結構います。絵の具の中には色が分離しやすいものもありますので、その都度しっかり全体を混ぜてから塗るようにしましょう。うまく混ざっていないと、こんな風に塗っている最中に色が分離してしまいます。混色した色をたくさん使いたい場合は、パレットの広いところを使ってたっぷり色を用意しておくといいです。こうやってお見せしたように、混ぜる配合が微妙に変化するだけでできる色が変わります。こうやって広いところをバーッと塗っていて、で、塗っているうちに色が足りなくなってきちゃって、また同じような色を作り直そうとして、でもこうやって作り直しているうちに微妙に絵の具の配合が変わったりして、塗った時違う色になっちゃって困るっていう場合があるかもしれないです。ちょっとこれは個人的な考えなんですが、水彩絵の具は柔らかい色が特徴ですし、あまりこう機械的に同じ色を作ろうとするよりかは、人の手で作った絶妙な色の変化がある方が雰囲気が出ていいんじゃないかなと思います。この最初に塗った緑と後の方に塗った緑、少し色味が違っちゃってますが、水彩の色の微妙な揺らぎとか雰囲気が出て、まあこれはこれでいいんじゃないかなと個人的には思います。どうしても同じ色にしたかったら、ホルベインには全部で108色の絵の具がありますので、大量に使いたい欲しい色に近い色を買い足すのもありです。チューブ絵の具は一定の同じ色が出続けてくれますからね。最後に、混色はすればするほど色が鈍く沈んでいきます。これはもう仕方のないことで、たくさんの種類の色を混ぜるとグレーになるのと一緒です。基本的にパレットで混ぜるのは 2,3 色に留めるようにするといいと思います。混色に関しては正直実践あるのみです。頭の中で知っていることと実際手を動かして気づくことはきっと違うと思います。もっと色の扱いが上手くなりたいとか、混色上手になりたいっていう方は、お手持ちの水彩絵の具で試してみてくださいね。慣れてきたら使う色数を絞って混色を駆使して絵を描くなんていうこともできると思います。今回は色の混ぜ方や混色についてお話ししてみました。私のチャンネルではこうした水彩画に関する動画いろいろとアップしていますので、もしよろしかったらチャンネル登録して他の動画も見てみてください。高評価もポチッと押していただけると励みになります。今回も見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。